クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。 皆様、こんにちは。クリスマスローズ大好き野々口ミのルの,の,の園芸ノートです。今回は園芸グッズシリーズとして、クリスマスローズの専用度をご紹介します。それは、株式会社、ハイポネックスジャパンさんの、ハイポネックスクリスマスローズの培養土です。 一般にはジョイフルホンダさんで販売されている商品ですが今回は製造元のハイポネクスさんからご提供いただきましたもちろんクリスマスローズの栽培用に開発された培養土で容量は12リッター入りとなっております5号鉢なら10鉢程度。 6号鉢なら6鉢程度そして7号鉢なら4鉢程度植え付けられる量となっていますこの培養土は特徴として3つ挙げられます1つ目の特徴厳選された原料を使用しています 赤玉土、熟成腐葉土鹿沼土軽石などを主成分として排水性を意識した構成となっています実は詳しいこの土のレシピ配合品質等ですねについても ハイポネックスさんからお聞きしていますけれどもそれらを踏まえてクリスマスローズの栽培に適していると私は判断しましたただし私が監修したクリスマスローズ用の土でも同様なんですけれども昨今の長くて暑い夏越しを考えるとまあこのゼオライトですね これを1割程度ですね、追加して使用されると良いでしょう。まあちょっと今のところ、あの、ざっくりやりますけど、こんな感じですね。はい。で、こう、よくかき混ぜて使用すると。これでもう、完璧ですね。二つ目の特徴。この培養土は、初期栄養素入りとなっており、 そのまま使用することができます使用している栄養素はマグアンプ K の中流と微粉ハイポネックスですマグアンプ K はリン酸成分の比率の多い化成肥料で急に溶け出さないで じっくくりと聞く観光性肥料ですビフンハイポネックスはクリスマスローズのマニアの間でも評価の高い肥料で即効性があり根の活着や身長を促進させ暑さ暑さ寒さにも強い植物体にしてくれます3つ目の特徴 クリスマスマローズの生育に適したペーハー5.5から7に調整していますクリスマスローズの自生地遠くイタリア半島やバルカン半島でクリスマスローズの原種が自生している自然状態の土のペーハーを私は快速定期で 測定しましまたそうしたところまさしくこの5.5から7の弱酸性を示してみましたそして何よりもこの手触り感というかですね私の経験を踏まえて問題がないかと思いますがこれから実際に使用してみて気がついたことがありましたらご報告したいと思います ま、繰り返しになりますけれども、先ほどお話ししたように、昨今の長くて暑い夏越しを鑑み、1から3ミリの程度の小粒のゼロライトを1割ほど加えて、使用されると良いかと思います。今回の動画はいかがでしたか暑くて長くて雨量の多い夏越しでは、排水性に優れた土が求められます。 これからの栽培で、私もこのハイポネックスさんの培養土を利用していきたいと思います。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。クリスマスローズ大好き、野口実の園芸ノート皆さん励みになりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。